はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるわけなんですけれども、よくよく考えたら、子供たちの6分計っていうのをやってたんですが、よく考えたらどうやって伸ばすんだよ、お前っていうのが、全く書いてなかったんで、まあ言っとかないとまずいなということで、まあちょっと書いておこうかなと思うんですけど、はい、こちら。教科系の生徒の伸ばし方という形で、まあお話ししていきましょう。教科系の生徒の場合、どういう特徴を持っているかっていう形を、皆さん覚えておいてください。教科系の生徒の場合っていうのはですね、特性は前回もお伝えした通りなんですが、単純でおバカであるという単純な構造によってできているという形になります。いいですか？で、単純でバカということなので、基本的に日本語をそのままの形で受け取るケースが極めて高いんです。いいですか？そんなことやってるんだったら、もうなんか勝手にしなさいって言ったらほんまに勝手にしますから、だから単純におバカですね。はい。なんで、いうことになったら、そんなんじゃまともな大人になれないわよ、と。もうゲーム、それでいいんだったらゲームばっかりしなさい、なんていう命令したいみたいですね。いいもんゲームするもんっていう風になるわけです。よろしいですか？で、だから子供の特徴を要するにしっかりと見ときなさいということになります。で、教科系に属する場合に関しては、ルールっていうのは基本的にはこういう形になります。はい。まず、ガンガン行こうぜっていう指示出しになります。ガンガン行こうぜ。どうしたらいいですかって言うんですけど、どうしたらいいとか考えるのはどうせバカなんだからみたいな感じで、ガンガン行こうぜっていうことですよ。これ偏差値70ぐらいあっても60ぐらいあっても、教科系に関してはお前バカなんだから考えるのってんですから、いう風な形になります。はい。で、ここがポイントなんですよ。だから、特性をそのまま利用するしかないんですよ。で、短所はそのまま、すなわち長所に変わるっていうことになるんで、単純でバカなんだったら、単純でバカなんだから、どうしたらいいですかって言ったら、問題解いてみって。はい、つって。問題解くでしょ？問題解きましたって。はい、終わりましたって。もう一回解けっていう。はい。それでいいんですか？大丈夫だよ。3回ぐらいやってるやん。全部頭の中入るからって言うと、あ、3回やれば入るんだって。入ったってなります。すっげえわかりやすいんですけど、すんげえわかりやすいんです。で、もう一つ大事になってくるのが、教科系の場合は、つまり考えて行動に移すという考え方が全くないんです。考えて行動に移すという行動がないんですね。したがってどうなるかっていうことなんですが、スケジュール管理をさせると大体のケースが、わけわかんなくなります。はい。彼らにはスケジュールという概念が存在していないんです。概念が存在していないんです。はい。最もこのスケジュール管理と相性が悪いのがこの教科系なんです。で、教科系っていうのはスケジュールという管理感覚がないんです。例えば普通の人間だったらこう考えます。明日は定期テスト。定期テストの前日だから、ゆっくり寝ようとか、要するに明日は、英語と国語と社会だから、その前日だから、英語と国語と社会を勉強しましょう。こう考えるのは普通の系統になるわけなんですが、教科系の場合はこの考え方がすっぽり抜け落ちるんで、明日は定期テストやけど、範囲も全部終わってるから、ゲームしていいよねみたいな、こういうノリなんですよ。こういうノリなんですよ。だから、この人たちは基本的に、スケジュール管理させちゃダメなんですよね。ダメなんですよ。もうなんか、本能の赴くままに動き出すんで、本能の赴くままに、うわーみたいな、で、限界を突破するんだ、うわーつって、限界突破したらさらに限界を突破するんだ、うわーつって、まあ、うおーしか言えないんで、うおーしかないんで、それうおーしか言えないやつは、もう、うおーだけやらしておけばいいんですよ。それね、なんかメラゾーマとか使わなくていいんですよ。なんか魔法使って、なんか魔法トラで相手の MP 奪ってとか、ギガスラッシュ使ってとか、そんな必要性全くないんですよ。もうとにかくスタープラチナでぶん殴るみたいな、もうとにかくグーで殴るみたいな、とりあえずグーで殴るっていうふうな感じのやり方でやっていくしかないんです。で、それをなんかスケジュール管理して、こうなんか適当な感じでうまくまとまりましたよみたいな感じにするのは、まあ極めてナンセンスというふうな形になるので、教科系に属する場合に関しては、基本的にはガンガン行こうぜっていうのとスケジュール管理をさせないというふうな形でしっかりとやっていきましょう。よろしいでしょうか。それでは、まあ子供の特性を見極めた上で、どのように指導していけばいいかということになります。次回は変化系。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。